青木さんも一言もらっておきましょう。その沖縄の県知事選、県民投票、僕も取材行ったんですけれど、どこを切っても全部反対なんですけれど、重要なのは玉木さんの知事選での得票数を今回反対の 得票数が超えちゃったんですよ。つまり沖縄をそこまで追い詰めて、玉木さんとしても自分の得票数よりも反対の方が多いんだから、交渉の余地というのはもうないんですよ。だからむしろ玉木さんの手足を縛っちゃったというのが一つと、もう一つは今その中世さんもおっしゃいましたけれど、これね、90メートルの軟弱地盤というのが新たに分かって、こんな工事日本で前例がないんですよ。やるための船もないんですよ。でしかも県知事が承認しないと設計変更って認められないんですよ。つまりね、これこのまま突き進んでも多分作れないんですよ。だから引き返すんだったら本当にここで引き返して、その沖縄県と日本政府と一緒になってアメリカ。サンデーモーニングは相変わらずの変更番組。しかも局座の青木治のコメントはめちゃくちゃ。ここで番組で出された辺野古移設をめぐる出来事を説明するフリップを見てもらいたい。お気づきだろうか。1999年から2017年へと不自然なまで時が経っているのである。この間に何が起きたか皆さんはお気づきのはずだ。そう、一時とはいえ民主党政権下と重なるのである。マニフェストには記載されなかったが、選挙活動中に鳩山代表が最低でも県外と発言し、事実上の公約となったこと。当時のオバマ大統領に対し、移設問題について早く結論を出したいのでトラストミーと明言したこと。2010年5月28日の夜に臨時閣議を開き、反対した福島みずほを罷免してまで辺野古に移設する政府方針を閣議決定した事実に全く触れられていない。確かに今回の県民投票での反対票は知事選での投票数に勝っている。しかし、政府が民意を無視したこともなければ、知事の手足を縛った事実もない。今後は玉城知事が知事選で公約していた、誰も取り残されない政治を今回辺野古移設に反対以外に投票した民意をどう汲み取るかが楽しみである。基地全体が軟弱地盤であるかのような、印象操作を行っているが事実ではない。90メートルと青木治は述べているが、防衛大臣の衆議院予算委員会での答弁では70メートルであり。また、軟弱地盤は基地全体の数パーセントであり、所要の安全は十分に確保できるというのが政府見解である。そして、これらの特殊工事を行える船がないと述べているが、国内に3隻あるという事実も隠蔽している。